はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回この3問やりますので、一回ね、ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回、まあ、いつも大体そうなんですけど、まあ、後ろになればなるほど、3番の方が難しくなります。で、3番は、個人的には結構難しい類に入る問題なんですけど、まあ、数学が苦手な方も、ぜひ2番まで、1、2ね、ここは自分の力でできるようにしてください。で、ぜひ、よく出てくる問題なんでね。で、まず1番が、y イコール ax 2乗、つまり a が分かってないんです。で、その時、x の変域がマイナス3から2の時に y が0から6です。じゃあ、a の値求めなさいっていう問題。で、これは今回変域ね、に関わる問題が全部揃ってるんですけど、このタイプは基本的にやっぱり図を書いて勝負します。で、2番とか3番っていうのは、y イコール3分の 1x 2乗、3分の1プラスですよね。ってことは下カーブ。こういうのがわかると。で、マイナス4分の 1x 2乗は上のね、上にこうカーブするやつ。っていうのがわかる。でも、ax 2乗だと、この下のカーブなのか、それともこの上のカーブなのかがわからないんだよね。で、どっちかなっていう、そこを、このね、2つの数字、まあ、ちゃんと言うとこっちなんだけど、y の変域を見ることによって、まずそこに気づけるかどうかが大事なの。ここで書く図を間違えるとダメなので、で、結論から言うと、これ下カーブになります。1番。だから、こう書いて、まあ、適当にって言い方は悪いけど、これフリーハンドで書いてもらったらいい、みんなもね。で、なんでこっちってわかるかっていうと、y が0から6なのね。つまり、y はプラスのとこにしかいないの。0、一番下が0で、上が6だから。ってことは、上にいないと、もしこの下カーブにいたら、マイナスが絶対に入るはずなの。だから、y を見て0から6、あ、プラスしかないじゃん。じゃあ、上カーブじゃない、ごめん、下カーブ、この下カーブって言うか正しいか分かんないけど、こっち側なんだっていうのが分かります。いいかな。で、これが分かれば1番もらったって感じ。なんでかっていうと、あとは x がマイナス3から2、まあ、前もやりましたけど、マイナス3で、2の方が原点に近いから2の方が近く書いてください。ここだけは間違っちゃダメ。この距離を適当にすると間違うからね。で、して打ち上げ花火します。この打ち上げ花火ってのは俺が勝手に言ってるだけだから学校で言っちゃダメだよ。恥ずかしいからね。で、残りの場所消しましょう。消さなくても分かる方は消さなくても OK。で、y が0から6です。前のね、動画とか、あと本編でも話してますけど、y の変域っていうのはこれを書いた時のグラフの一番高いところと一番低いところを使います。で、一番低いところは今原点を通ってるから0です。つまりこの0がここになる。じゃあ6どこかって言ったら一番高いところだよね。高いところは図で分かるようにマイナス3の時、ここが一番高いから6なんです。ってことはここの座標はマイナス3の6って分かるじゃないですか。一番高いところだから2の6じゃないの、マイナス3の6なんだよね。だから座標が分かりました。じゃあこれに代入して終わりにしましょうっていう、それで終了。だから y のとこに6を代入して6で、 x のとこにマイナス3代入するとマイナス3の2乗なんで9になるから 9a で、ちょっといけるかな、右行こっか。で、両辺9で割ると9分の6で、約分して3分の2、これが1番の答えになります。まあ、図で書いてこうやってね勝負してください。で、2番ですね。2番もよく出てくるね。これ定期テストでも出てきますし、あと模試とかにも結構見ます。1番も出てくるけどね、よくね。で、行きましょう。2番は3分の 1x2 乗なんで、まあ、1番と同じく下カーブっていうのがわかるから、まずそれ書きましょう。ちょっと待ってね。では書きすぎちゃったな。ちょっと鋭角に突っ込んだ。ごめん。まあ、許して。まあ、こうなりますよね。で、x の変域が a から3なんです。ここちょっとポイントで、
右が3だから、まあ、3打っときましょう。この辺にね、3って決めとく。で、A はどこかわからないけど、大事なことは3よりは左ですよね。A から3だから。3から A だったら A は右に来るけど、A は、まあ、例えばここだったり、ここだったり、ここだったり、わからないけど、どっかにいます。で、その状態で、じゃあ Y の変域が B から12になってる。B から12。これも厄介なんですけど、で、まずね、ちょっと自分だったら何やるかっていうと、これ、y イコール3分の 1x2 乗だよね。3ってここ分かってるから、ちょっと3のとこの値出してみようぜってやってみます。そうすると、ここに3代入します。x が3だから代入する。そうすると、書こうか。y イコール3分の 1× サザンが9だから、こうなって約分で3。ちょっと図がおかしいのは許して。ここ3になります。いい？なんでこれを出す必要があったかっていうと、例えば、もし A がここにあるとします。そうすると打ち上げ花火してこうですよね。で、ここの間を使うことになります。そうすると、まあ、こっちでも言ったように、一番高いところと一番低いところを使うから、一番高いのここになりますよね。でも、あっち見てください。Y の辺域、一番高いところ12になってるんです。いや、3だよね、これね。ってことは、A がここにいちゃダメなの。例えば、ここにいますよね。打ち上げ花火でここ使います。伸びました、ここまで。伸びましたけど、一番高いのここだから12にならないんだよね。じゃあ、12に出るためにはどうするって言ったら、A がもっとこっちに来なきゃいけない。例えばわかんないけど、この辺まで A が来ます。ちょっと打ち上げ当たんないからごめんね。ちょっと伸ばすよ。うまいよ。こう伸ばしてくれば、高いところが A の時に変わりますよね。だから、この時に12になれば、OK だなって。3が12になることはないからね。っていう風に考える。つまり、ここが座標が A の12っていうことがわかるんです。いい？で、A の12をあとこれに代入すればいい。同じように。いいかな？で、代入すると、ちょっと大きく書きすぎかな。X のとこに A なんで、まあ、Y のとこに12だから、12イコール3分の 1A の2乗です。代入するとね。で、これ両辺3かけて、もう1行入るかな。A の2乗イコール36になります。ギリ入ったか。で、これ、まあ、二次方程式でやりましたね。2乗を取る代わりに、A イコール右側にプラスマイナスルートがつきます。プラスマイナスルート36。ルート36は6と一緒だから、こうなる。いい？で、A イコールプラス6とマイナス6っていう答えが出たんですけど、さっきも言ったように、3より右に A は来れないから、6は絶対ないんだよ。つまり、プラス6はできないので、A はマイナス6だけですね。となります。ちょっと答えは別の書くからね、ちゃんとね。で、じゃあ B はって。で、B 何かっていうと、Y の辺域の左側でしょ？左側は一番低いところです。これはもう図を見てわかります。一番低いのどこって原点だよね、絶対。ここを超えないと A が上に上がってこれないから。だから、図でわかるように B は0とすぐわかります。だから答えは、A イコールマイナス6、そして B イコール0と。ちょっとこう書いようか。これが答えとなります。数学が苦手だったり二次関数が苦手な方はこの2番は結構しんどいと思います。結構説明を聞いてもね。だけどちょっと欲張りなんで申し訳ないんですが、この2番まではその自分の力で解けるようになってくれると嬉しいです。絶対ねどっかの得点でね生きてくるから。いいかな。じゃあ3番いきましょう。3番は難しいっす。そんなにめちゃくちゃ出るっていうタイプでもないんですけど、知っておくと、例えば模試とか、まあ定期テストはわからないけど、私立のね、入試とかで差がつけられるから、ね、ちょっと余裕があったら、ぜひね、できるようにしてください。で、これはですね、マイナス4分の 1x2 乗なので、まず下カーブ、じゃない。もうね、自分で言ってごちゃごちゃしてるからね、上カーブだね。まあ下側にある方ですわ。まあこんな感じでいいかな。ってなってると。で、X の辺域がここなんだよね。 A から A プラス5っていうこの幅の時に、 Y の辺域がマイナス4から0となるような A の値を全て求めなさいっていう問題で、これはですね、まず何に気づけるといいかっていうと、 A がマイナス5、マイナス4、マイナス3、マイナス2、マイナス1、0、
この6パターンしかありえないんです絶対に、っていうことに気づけるかどうか、ここは辛いねちょっとね。でなんでかっていうと、例えば今これに1入ってないでしょ、 A が1って、 A が1だったらここの変域1から6になりますよね。 A に1入れるとさ、1から6で、1から6でもしこれを図を描いたとき、まあ、1からちょっと狭いけど許してね、6ってなるから、こっからここになるでしょ、1から6って。そうすると原点通らないから絶対 Y の変域0入ってこないんだよね。で逆に言うと Y の変域に0を入れるためにはここ0をまたぐように作んなきゃいけない。だからこの X の変域に0が入ってくんないといけないの。例えば X が、まあ、A が0入ってるでしょ、0入れると0から5になるんで、ちょっとこれを5使っていい、このままで0から使えるから、ここからここだから伸びますよね。そうすれば一番高いところ0って使うことができるから、これは OK だろ。でも1になっちゃうと超えちゃう。当然2になっても2から7だからダメだし、3もダメだと。だから0から入りますと。で逆考えていくと、マイナス1だったらマイナス1から4でしょ、マイナス1からちょっと使ってごめんね、4だから、こうなっても0通ってくれるから OK なんだよね。でマイナス2も OK なの。マイナス2から3、マイナス3から2とか、マイナス4から1で、マイナス5の時マイナス5から0だから、マイナス5こっちに持ってきてこうなる。でちょっとこれ消そうか、0だから0からマイナス5になるんで、ちゃんと原点通るからまあ OK なのね。でもマイナス6になっちゃうと、マイナス6からマイナス1で原点通らないからダメなんだよねって。だからこの幅で考えた時に原点を使いたいから、この6パターンしかありえないよねっていうことに気づければ、あとはこれを調べるだけです、6パターン。まあこれもめんどくさいんですけど。でどう調べるかっていうと、例えばじゃあマイナス5今書いたらこれいきましょうか。マイナス5から0ですよね。でマイナス5から0の時こうなってて、一番高いところ0です。で一番低いここがマイナス4になってほしいんですよ。いい、マイナス4ね。じゃあマイナス4 X がマイナス5の時にマイナス4になってますかって、ここにマイナス5代入します。でもマイナス4分の25になってるからマイナス4ならないんだよね。あ、ならないからダメじゃんって。じゃあ次、ここマイナス4で、もうごちゃごちゃしてんね、これ長くなるな、ごめんよ。こうなって今マイナス4の時ね、マイナス4から1になるから、ちょっとこっち右に伸びます。で伸びるんですけど、一番低いのはここですよね、マイナス4の時。こうじゃあマイナス4の時代入すると、これマイナス4分の1かける16になるんで、マイナス4になるんですよ、ちゃんと値がここ。だからこれは OK なの、ちゃんとなりましたねって。じゃあマイナス3いきますよ、全部ごめんな、全部調べるぞ。マイナス3からマイナス2まで伸ばそうか。でマイナス3、マイナス2じゃねえや、マイナス2からプラス2だね。でマイナス3とプラス2っていうのはマイナス3の方が原点より離れてるから、まだこっちの方が低くなります、場所的には。じゃあマイナス3の時 X がマイナス3でマイナス4になってくれるかなって調べるんだけど、ならないんだよね。だからダメだと。で次です、ここからちょっとまたね絡まるんですけど、 A にマイナス2を代入するとマイナス2から3に変わります。ちょっとごちゃごちゃしたんで一回全然書き直しますね。よいしょ。こうなった時にここ使うか、ここ3ですね、3でマイナス2のが近くなるから、今度さっきまでは左側の方が下に下がってたんだけど、今度右のが下がります、3の方がね。だから3の時にマイナス4になってくれるかなって考える、3の時にね。 X が3の時になるかって言ったらならないんだよね。だからダメだと、これも。でマイナス1入れると範囲がマイナス1から4に変わります。そうするともうこれ使っちゃおうか、マイナス1から当然4のが下に下がるから、 X が4の時代入するとマイナス4になるんだよね。だから OK ですと。で0を入れると0から5の範囲、ここね、0から5に変わるからさ。じゃあ5の時取りますかって代入するけど、またならないんだよね。
つまりマイナス4とマイナス1の時 OK ですってことだから、ごめんね、口説明ばっかになっちゃったけど、この2つが A のね答えという感じになります。まあ、最初にも言いましたけど、3番は難しいです。この中でも非常に難しい方に入るんですが、もしね、ちょっと余裕がある方とかチャレンジしたいと思う方はぜひね、こんな感じでできますので覚えておいてもらえたらと思います。では今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。ちょっとね、長くなってしまったんですが、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きね、テスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。